というわけで、皆さんこんにちは。ゆっくりおりんと、ゆっくりさとりよ。本日も、ザ・コンプレックスファウンドフッテージ、やっていきましょう。さて、第3回まで続いたこのシリーズですが、いよいよ今回が最終回です。今回はどんな空間に出会えるのか、楽しみね。一応今回で主要な場所は回り尽くすと思うんですが、ひょっとすると新しい場所を見つけることがあるかもしれません。見つけたらショートで出そうかなと考えております。はい。というわけで新しい空間が見つかるまでカット。新しい場所ないかな？あ、ここにも穴があるわね。このゲームをやって結構な時間が経ちますが、こういった穴を結構見るんですよね。決まって向こう側には行けないんです。めっちゃ気になるんですけどね。確かに。穴の向こう側に行けたって例は今のところないわね。不思議な穴です。お、穴の話をしていたからか、すぐ近くにまた穴です。今回は天井から伸びているのか。ここからじゃあ上がどうなってるのかまではわからないわね。そうですね。でもなんとなく、天井の梁っぽい部分は確認できるような。いずれにせよ確認する術はないので次行きましょう。お、また見たことがない空間に来たわね。壁に沿うように配置された板に、中央に置かれたソファー。どこかで見たような配置ですね。あれじゃない？美術館とかがこんなレイアウトじゃない？ああ確かに、騎士官の正体はそれですか。何か物が展示してあればじっくり観察するんですが、残念ながらここには何もないので次行きますか。こういう日常の風景がポンって置いてあるの好きよ。リミナルを感じるぜ。というわけで戻るわけなんですけれども。うん？何かあった？すでに迷子なんですが。さっき観察した天井の穴は見えたしこっちで合ってるんじゃないの？ちょっと待って。何これ？今まで色々な窓を見てきたけれど、漆黒なのは初めてね。ちょっと静かにしますよ。音を聞いてほしいんです。この空間に感じるのは、恐怖よ。風の音のような自然音でも、人工音でもない、不気味なうなり声のような音。怖い。マジで怖い。あそこにあるのは幽霊とかとは全くベクトルが違う恐怖ですよ。まさか、あれが、ボイド。虚空、と呼ばれている空間なんでしょうか。これはぜひ買ってみて、自分の目と耳で体験してほしいわ。素晴らしい体験をありがとう。おや？ここには確か前回来ましたね。ああ、そうだったわね。確かおかしな窓から覗かれてる場所。そうそう。確か一本行ってない道があったんで行ってきますね。はい。この角を曲がってからまっすぐ行ってなかったんですよ。行ってきます。なんか、溝みたいなのがない？あれ？ここだけガラッと空間の雰囲気が違いますね。言われてみれば、材質も作りも明らかに異常じゃない。まるで不意に現れた全く別の空間に叩き切られたかのような。これもまあ不気味ですね。っていうかこの先って進めないの？残念ながら透明な壁です。向こう側には渡れないですね。一応ズームだけして向こう側を観察しましょう。と言っても廊下しか見えないのだけれど。ふむふむ。何もねえですね。さてでは次の場所行きましょうかね。あれ？こんな空間空いてた？何これ？一体どうなってるの？この場所って、私たちが入ってきた場所よね？確か前回この景色が映った窓見つけたじゃない。そうなんですけれども、今までと違うのが右の部屋ですね。なぜか赤いです。しかも天井から平行に見渡せるという。これは脳が混乱するわね。素晴らしいものを見せてもらいました。じゃあ次行きましょう。あ、この柱がある場所は、知ってるの？窓ですよ。さっき見せた窓がある場所です。ここですね。ああ、ちょうどよかったわね。なんで右の部屋の色が違ったのかしら。天井からあの空間にアクセスすると、サバイバル難易度のクラスが上がるみたいなイベントがあるのかもしれないですよ。それは勘弁してほしいわね。というわけで何かないかと散策中です。ちょっと雰囲気が違う場所を見つけました。ここは初めて来るわね。どんな場所なのかしら。椅子が並んでますね。待合室か何か？お？ピンクの空間に椅子が並んでますね。入ったら明かりがつきましたよ。ほんのりと、約束の地、を彷彿とさせる空間ね。まあ似てるのは色味だけなのだけれど。何か書いてありますね。ちょっとぼやけてるな。ああ、椅子を動かさないでください、ですか。このゲームアクション内ので動かしたくても動かせないんですけど。にしてもこの空間なんなんでしょう。待合室？が一番しっくりくるわよね。ずらーっと椅子が並んでいる空間だし。ああ、ここで終わりみたいですね。小さい空間でした。張り紙の記載内容も特に変化なし？ですね、この空間は異常みたいです。絶賛迷子です。ここはどこですか？そんなこと言われても、さっきから同じような空間を行ったり来たりしてるんですよね。あ、知らない空間来たこれ。これまた解釈が難しい空間に来たわね。照明に照らされた。駅？
見た感じ地下街って感じがします。左側には何があるの？ですね。シャッターとガラス扉で塞がれてますね。でもここから中に入れそう。あるのは謎の機械と PC だけか。難しい。それ以外にオブジェクトは見当たりませんね。もうちょい進んだら何かこの空間のヒントが現れるかも。あら、終わりかと思ってたけれど、まだ続いてたのね。白タイルはさっきの空間と共通なので続いてるみたいですね。お？なんか広い場所に。ここはなんとなく何だったのか想像つかない。この空間がですか？なんだろう。コストコみたいな、大型スーパーよ。商品はないけれど。ああ、言われてみれば確かに。そんな雰囲気ありますね。この空間にはさっきまでの場所と違ってコードとかが散らばってるわね。この変化は初めてですね。ほんと飽きさせない工夫っていうか、変化に飛んでてずっとさまよえちゃいます。このカウンターには何もないですね。ここは何だったんでしょう。フードコートか何かの受付か。では次の空間行きましょう。さて、この場所を覚えているでしょうか。くぐった先に2つの道がある場所なんですが、実は1本しか進んでいないんですよね。もう1本の方にも進んでみましょう。広い方の空間ね。そうです。さっきはあそこから出てきました。ここは、民家？立派なカーペットね。どこかのお家に迷い込んじゃったかしら。おお、机に椅子に時計に。急に身近な空間になってびっくりですよ。この時計は7時14分で止まってるわね。この場所がザ・バックルームズに来た時間かしら。どうなんでしょうね。ひょっとしたらそうなのかもしれませんね。進んでいきますよ。ここは物置かしら？ちょっと寸法がバグった椅子が不気味ね。やっぱり窓に近づくとやべえ音が鳴りますね。不気味だ。どこに通じているのかわからない闇ほど怖いものはないわよ。そうですね。お、今度は美術館っぽい場所に来ましたね。先にこっち見ときましょう。何これ？一部だけ下水道みたいな感じなのかしら。不自然に水が溜まってますね。流水って感じはしません。どこから湧いて出たのかしら。まあいいでしょう。とりあえず美術館巡りでもしましょう。ここはわかりやすい空間ね。何が展示してあるのかしら。今のところ虚無が展示してあります。ギャラリーだそうです。行ってみますか。はい。こっちにも展示品はありませんね。あたりに響くのは床を踏みしめる音だけ。落ち着くなぁ。今は BGM をつけているから無音じゃないけれど、このゲームには最小限の SE しかついていないから没入感がすごいのよね。そうなんですよね。無駄ではないですが、限界まで要素をそぎ落として凝縮したのがこのゲームですね。で、一個だけ展示品がありましたよ。これは、欠けた彫刻かしら？これだけポツンと置いてあると、ちょっと怖いわね。妙に質感リアルだし。怖え。でも唯一の展示品だし、しっかり目に焼き付けておきなさいな。もういいかな。これ以上見てると突然動き出しそう。そしたらゲームが変わっちゃうわよ。あ、窓だ。この窓にはちゃんと向こう側があるわね。ちょっと待った。あの空間知ってますよ。私も知ってるわ。もうちょっと近づきなさいよ。それが見えねえ壁があってこれ以上先に進めねえんですよ。でもあれはじっくり見たいので他の窓を探します。きっとこの近くにあるわね。おりん頑張ってー。任せてください。あ、窓。見てみましょう。向き的にも完璧ですね。さあ見せてみよう。おー。まさか、この空間を見ることができるとは。レベル188。相変わらずすごい再現度ですね。プールルームにレベル188に、この2つを見ることができたので私はもう満足です。本当にすごくよく再現されているわね。レベル記事に添付されている写真をそのまま持ってきたみたいな。ビデオの質感と相まって本当にリアルです。すごいなぁ。で、一個気になってることがあるんですけれども。この音よね。そうです。一体何の音なんでしょう。機械でも置いてあるんですかね。なんだこの場所は。巨大な通路がずらーっと。まるでホテルの側面の窓みたいに。こいつはすごい。確認はできませんが、全部同じ通路？そうなんでしょうね。この音はここから発生してたのか。もしかして、向こうから見ると、こっち側も大量にある通路の一つなのかもしれないですね。ゾワゾワするー。この感覚はどう表現すればいいのかしら。不気味ですが魅了される空間です。っていうか圧巻されます。向こう側は、全く別の空間なんですね。向こうからこっちを見てみたい。さて名残惜しいですが、この空間とはお別れですね。素晴らしい体験をさせてくれてありがとう。というわけで前3回にてお送りしました、ザ・コンプレックス・ファウンド・フッテージは以上となります。本当に楽しくプレイさせてもらったわ。素晴らしいゲームをありがとう。多分まだ回れていない場所もあるかと思いますが今回はここで終わろうと思います。リミナルを感じたいそこのあなた、延期でも危険もない、空間全振りのこのゲーム、ぜひ買ってやってみてください。
というわけで、ご視聴ありがとうございました。